江戸期の宇治瀬神社の絵図鹿児島神社は、鹿児島県鹿児島市想、無他二丁目に鎮座する神社。古くは宇治瀬神社と称された、国志見在社で、旧社格は、県社。鹿児島一円の地主神と伝えられ、反省時代には、鹿児島三社のうちの一社とされ、二宮とも呼ばれていた。鹿児島県五国神社に隣接する、豊玉彦命、 天津日高彦頬でみそん、豊玉姫命、とゆけ大庭の与柱を祭人とする。彦頬でみそんと、豊玉姫命は、夫婦神、豊玉彦命は豊玉姫命の不信である、渡積の大渡積神の別称とされる。また、海門十八社のその一書で、祭るところは竜神たるべく、二月の祭りより打とぜといい、十月より、打つすくと、言ったという。 社殿によると、ヒコホホデミソンが、渡積群に行かれた折、豊玉ヒコ命は心を尽くして、ヒコホホデミソンに仕えられたが、その聖中医君の功を称えるため、ヒコホホデミソンの巫女のうがや吹き不合命が、創始されたと伝えられる。創建年代は不詳であるが、日本三大実録上元二年三月二十日上に、薩摩国十五位し鹿児島神に、十五位上を、塾、宇治神は、 鹿児島の地主神なりと記された、薩摩国、鹿児島神に当てられるので、平安前期以前に創建されていたのは、間違いない。当神社は、王庫は、金郊湾に浮かぶ、河野瀬の小島なる島に鎮座していたと言われており、山手にありながら、海の神として崇められてきたのも、この伝承を裏付けるものと考えられる。当神社の石鳥居は、かつて、桜島の袴市地区にあった、 河野瀬の小島の養配書の取り入れ、その当時のものと伝えられている。旧名の宇治瀬とは、当神社のかつての鎮座地、近郊湾の河野瀬の小島にかかる瀬の糸早く渦巻くようとも、また、昔あたり神社前を流れていた光月川の、その早瀬の坂幕様から来ているとも言われている。また、三国名小図によると光月川という、名前自体が、 東神社の霊彩の月を、光月と称したことに由来し、光月川から、現在の名称に変わったという説もある。古来上下から尊敬されたが、大栄年中に、島津元久によって社殿が建立されるなど、島津氏による数計も厚く、半世時代には、家久災課代大の薩摩藩主から鹿児島三社のうちの一社と、され、家督を相続するとまず初めに東神社に参詣する。 例とされた。安政六年には小一くらいの息が授けられた。明治五年に建社に列した。鹿児島神社は垂水市にもあり、霧島市の鹿児島神宮も、古名を鹿児島神社という。三つの鹿児島神社を直線で結ぶと、桜島を囲むに等辺三角形になり、これらの神社は、もともとは桜島を身体として祀る神社だったとする説もある。 かつては2月1日から18日まで祭りが行われ、その間は、両主、藩主といえども他国はもちろん、よそへ赴くことも禁じられていたという。ありがとうございます。